はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、イトーヨーカドーオリジナルネットスーパー配送車を紹介します。はい、しっかり見ていきます。このトミカはイトーヨーカドーオリジナルのネットスーパー配送車です。車種の方はイスズエルフになってるね。で、正面の方から見ていくとこんな感じだね。ヘッドライトの部分はシルバーの塗装になってます。グリルもいい感じだね。だけどそれ以外は特にプリントはされてないね。で、上の方を見ていくとこんな感じだね。で、側面の方はこんな感じだね。荷台の部分にイトーヨーカドーネットスーパーってプリントされてます。この部分が一番のメインだね。で、後ろの方を見ていくとこんな感じだね。後ろの部分には扉はついてるけど特にそれ以外プリントはないね。で、運転席側はこんな感じだね。助手席側と同じくイトーヨーカドーネットスーパーのプリントがしっかりされてあります。で、荷台の上の部分を見ていくとこの部分も特にプリントはないね。で、タイヤのサスペンションの方はトラックなのでついてないです。で、それ以外のアクションは後部ドアの開閉だね。中はこんな感じになってます。で、裏の方はイスズエルフ2007年の写真になってます。で、こうやって見てみるとこのやっぱり荷台のこの部分が特殊トミカらしいね。運転席の部分はホワイトのボディカラーでダイキャストでできてて、で、荷台の部分はシルバーの樹脂製になってます。で、よく見るとこのタイヤの部分の泥除けの部分もちゃんと作られてるんだね。こうやって見てみるとやっぱり働く車系だからそんなにたくさんプリントはされてないね。面白い一台になってるかと思います。はい、同じ車種のイスズエルフのトラックを並べてみました。で、ブルーの方は TNC オリジナルのミシュランモータースポーツトラックです。ちょっと比べてみると形はやっぱり同じなんだけど、ボディカラーとデザインの違いで全くイメージの違うものになってるね。で、フロント周りを比べてみるとデザインは同じだね。で、側面の方は当然荷台の部分のデザインとかは全く違うね。ちょっとイトーヨーカドーのモデルの方はドアノブとかもプリントがないのでちょっとシンプルな感じだね。で、後ろの方はこの部分もカラーリングの違いだけかな。で、運転席側はこんな感じだね。で、上部の部分もこんな感じになってます。で、シャーシの部分は2007年のイスズエルフなので同じシャーシになってます。ミシュランモータースポーツと比べると少しプリントも抑えめかな。働く車でコレクションしておきたいと思います。箱の方は正面のパッケージに特注トミカの写真だね。で、この部分にイトーヨーカドーのロゴがプリントされてます。で、側面の方を見ていくとこんな感じだね。で、裏の方はこんな感じになってます。はい、今日はイトーヨーカドーオリジナルのネットスーパー配送車を紹介しました。で、当然だけど配送車だからそんなに派手なカラーリングではないね。で、このデザインが実車で存在してるかはちょっと見たことないね。視聴者の方で詳しい方がいたらぜひコメント欄で教えてください。で、今回このモデルはオムニセブンのネット予約の方で購入したんだけどやっぱり完売してたね。2019年も特注トミカの人気が続きそうです。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。